スターバックスリザーブロースタリー東京焙煎が終わったコーヒー豆スターバックスリザーブロースタリー東京とは東京都目黒区青葉台にあるスターバックスが運営するコーヒーショップロースタリーとは焙煎の意味で同店では自家焙煎をしており店のシンボルとなっている巨大な焙煎貯蔵庫は1階から4階まで突き抜けている世界で5店舗あるスターバックスリザーブロースタリーの中では 東京の焙煎貯蔵庫が世界最大である。2019年2月28日に開店した4階建てのスターバックスリザーブロースタリー東京は建築家熊健吾がデザイン。店内はフロアにより提供する商品やコンセプトが異なる。また3階と4階にはテラスが併設されている。同店は鉄筋コンクリートではあるが内装。 外観とも木材を多く使っていて、椅子、テーブル、カウンター、さらにはトレーまでもが全て木製である。また、毎朝昨時に焙煎機械に着火させ、1時間ほどかけて余熱で装置全体を温め、焙煎工程が見られるのは10時過ぎから18時まで。お持ち帰り用を焙煎する、関係上、販売状況により、焙煎過程を見られる回数は日々異なるが、1日、 約20回から30回。装置が巨大なため機械が故障し、稀に調整を要する時がある。来店客の約4割は、法日外国人観光客。スターバックス各店舗で提供される、隠しコーヒーのみならず、希少価値の高い豆を使ったコーヒーも提供している。サイズはショートと通トるのみ。同フロアスクープバーリテールという測り売りのお持ち帰り用。 コーヒー豆やオリジナルグッズの小売り販売もしている。また同フロア奥にはイタリアンベーカリーのプリンチがパンを提供している。ミラノ、ニューヨーク、シカゴ、シアトル、上海に店舗がある。プリンチは日本ではここ中目黒が初進出で、朝食は7時から11時、ランチセットは11時から14時まで提供する。コーヒーの抽出方法は、 以下の通りケメックスバリスタがいっぱいいっぱい丁寧にハンドドリップで抽出してくれる。モットバープアオーバースターバックスリザーブロースダリーが初登場の全自動型抽出器具ショートサイズとオールサイズの2種類があり、現在は他のリザーブストアにも導入されている。クローバーペーパーフィルターではなくシルバーで抽出されたコーヒーを楽しむことができる。 油分をそのまま通すので味わい深いスターバックスならではの深入りなコーヒーをそのまま楽しめる。サイフォン見た目も美しいサイフォンはメインバーのバートップを飾る素晴らしい抽出器具。沸騰したてのお湯にコーヒー豆を入れ香り高く熱々のコーヒーを楽しむことができる。冷めてからの味の変化も楽しい。カモミールやアールグレーなどの紅茶、抹茶やほうじ茶、 さらに、チャイなどのバラエティに富んだお茶を提供するフロア。ティーに関する小物も販売。また、ティーと合うスイーツも提供している。同フロアにある、ティバーナはスターバックスが買収したお茶専門店である。ビールやカクテル、ワインなどのアルコールをサービスするフロア。日本酒も取り扱っている。また、メインバー同様エスプレッソ系、ラテ類などのコーヒーは、アリビアーモでも注文することができる。 リクエストすれば、チェイサーとして、スパークリングウォーターを無料で提供する。アルコールのあてとして、隠しチーズやシャルキュートリー、オリーブの実などがある。同フロアはコーヒーに関するイベントやトレーニング、またコミュニティ活動のための多目的スペースとして提供されている。ありがとうございます。